say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like a cobblestone. Oh, oh. Why did she go?今日はタープを張りますね。はい。コットがないからゆっくりできないけど。コットちょっと欲しいよね。ずっと言ってんだけどね。うん。まだコットの重要性をアピールする俺のプレゼンがまだ足りない。プレゼン力がね。そうだね、うん。もうちょっとプレゼンの腕を磨かんというかな。ちょっとパワーポイントで資料を作るからさ、うん、プレゼン資料、うん、早めに提出してね。ああ、分かった。多分こういうことなんだろうな。タープの立て方前教えてもらったのコメントで。え、それってさ、うん、教えてもらったタープの貼り方なの？うん、一応だよ、コメントでね、こうした方がいいんじゃないのっていう。前まではほら、このここにさ、うん、ポールを1本立てるよ、うん、で、これに対して、まあ、これが定規ね、うん、もう1本のこれ同じ長さのポールで、うんうん、これが定規で、うん、こっちにしてたよね、ポールの長さ分、うん、で、それプラスここのポールのこの頂点から、うん、このポール分、うんうん、こっちに行くわけ、うん、だと見てん、ほらこの直角直角の対角で貼るから、うん、すごい角度が伸びるわけ、うんうんうん、だよね、わかる、うん、わかる、角々で、うん、でこれだとあの角度が浅くて、うん、タープに負担がすごくいってるから、うん、直でこう斜めに45度で行った方がいいんじゃないかってコメントがあってさ、へー、そう、こういう、これで合ってると思うんだけど、うん、なるほど。で、今回はここのこのポールを立てる位置から、うん、直でもポールの分斜めに来たこの頂点に、うん、ペグを打ってみた。へー。なると、まあ、より45度に近くなるよ、うんうんうん、同じ長さだからもう45度で下が90度だからさ、うん、45度じゃん。多分こういうことだと思うんだけど、うん、で今回これがまあ初めてで試しにやってみてると。あ、そうなんだ、うん、これでうまくいけばね、うん、次からもこれでいいかも。前回のそのやり方は、うん、あの結構こいつがさ、うん、ロープの長さが必要だったわけ、うんうんうん、まあそれだとだからロープの長さも足りなくなるから、うん、こっちの方がいいんじゃないのっていうコメントがあってさ、まあ、確かにねと思って、うん、ちょっと今回までやってみてるところ。ありがたいですね、うん、で、コメントをいただいた方はね、うん、まだめっちゃでかいタープでしてるんだって。おー、だから多分タープの達人だよ。すごいね、うん、これいいこと思っていた、うん、バレーボールができる。上がった。あれ、これ簡単やん。え、ほんまや。夏だったかな。まだちょっと肌寒いけど、うん、本当よ。
ほら、これ初めて見るんじゃな。うん、どうしたの？あの不燃シート。ああ、はいはいはい。アーリーエクスプレスで1000円で購入したものです。注文生から届くまでに3週間だからとにかく長い、ね。うん、ちょっとちっちゃいんだよね。ちょっと待てが長い。シルバーのランタンもさ、うん、結構まあチープ感あるけど、これなんか余計ちょっと荒いね。嘘、近くで見たら。うん、小屋もこう筋がめっちゃ入ってる。多分あの拭いてからさ、回しながら拭くじゃん、うん、あの時の傷みたいのなんか入ってるね。前回ちょっと調子が悪かったもんね。うん、着いた。早っ。今日早っ今日は調子が良かった。湿気がないからね。うん、風向きがこっちだった。もう自分の体を燻製にしないといいかもね。うん、燻製ぐらいがちょうどいい。あったあった。お湯沸かそっか。うん、ご飯入れたらちょうどじゃん。 1.5 でしょ。うん、でもどうかな。これもさ、元が入ってるじゃん、うん、いいかな。あ、元ってご飯粒みたいなの？ご飯粒じゃなくて、うん、この元よ。具がってこと？具が、具具具具え、なんでその片言なの？具具具具材の中の液も一緒に入れてください。全部入れていいということですな。カラスが鳴いてる。大丈夫かよ。昔さ、うん、カラスがさ、うん、あーたた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 たって鳴くやつだっけ言ってたよね、うん、ケンシロウに憧れてんじゃない。ここでケンシロウに会ったのかな。うん、だよきっと。そんないっぱいくべるの？くべるよ。これ乾燥剤だからすぐ燃えるの。ああ。乾燥剤だし、うん、針葉樹だから、うん、一瞬で燃えます。目が詰まってないの。一年おきにさ、うん、いっぱい成長するわけよ。うん、だから広葉樹っていうのはさ、うん、あの寒いとこにあったりするでしょ。うん、
で1年の間に成長するのが少ないから、うん、年輪の芽が詰まってんの。だから硬いわけ。あ、そうなんだ、うん、ああ、これだったらお湯が沸くわ。夏場になったらこのトング2メーターぐらいの長さにしないと結構暑いかもね夏場はできないでしょ。ねえ、2メーターのトングこのポールと同じぐらいのトングで。わっちゃ熱いかも。よいしょ。ほっぺは熱いかも。あ、しまった。ほっぺがとっても熱いかもって言えばよかった。飲むっちだっけ。飲む。スープ？うん。あ、役だった。役だった。ちょっとこういった。そんなに飲まないよね。うん。ああ、もうコップがしっかりになったから風の心配はいらないね。うん、風で飛んでいそうと思いつも。美味しそう。美味しそう。乾杯。乾杯。あ、美味しい。何個まで乗せれるか。夢を入れた方がいいんだろうな。夢入れた方がいいかな。わからないです。ここからちょっと火加減がさ、うん、シビアになってくるから。そうなんだ、うん。感じになってきたじゃん。美味しそう。この選手交代感がなんか面白いね。そのポジションに行くの。うん、あったかいね。ええ感じやで。松ぼっくり発見。ご飯ベトベトなりすぎじゃね。あ、もういいかも。ご飯欲しい。まだっぽい。でも多分シュッ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 ってならないよねこれね。わかんな。多分水じゃないからさ、うん、いつもと違うんだよ多分。多いと思うんだけど。いいの、うん、本当に多分信じよう、はい、信じがたいが。次の人たちを。
湯も湧き出した。どう、火加減の調整上手だ私がこっち担当になってもいいぐらいかもマジ、うん、いやそこはまだ任せられない。今回ちょっと心配だな、うん、はい、オープン。あ、あ、美味しそう。めっちゃいいじゃん。めっちゃ美味しそうだよ、ほら。あ、ちょうどだよ。よかったんだわ。すごい。まあでも下が分かんない、まだ混ぜてみないと。うまくできるんじゃん。で、今日はこの間はさ、ミネストローネ、うん、無印のね、うん、を買ったんだけど、うん、今日は味噌トマトスープを買ってきました。あ、食べてみよう。はい。手がめっちゃ汚いでどこで泥遊びしたのっていうような手してるよ。すごいよね、うん。ちょうどなんね。ちょうどだった。あ、いや、いいよ。いい。うん、めっちゃいいよ。ちょうどだったんだ。お、すごい。完璧じゃない。あ、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと焦げてる。もう、でも、焦げてるうちに入らないぐらいの。ああ、もうほんとちょうど。うん、ちょうど。インスタ担当大臣はいいんですか。そうだった。お仕事してなくて。食べることしか考えてない。まあそうなるよね。お腹いっぱいになってから大概気づくもん。早く早く。はい。いただきます。いただきます。スープから。どうご飯。美味しい。うん。どうお肉。パリッパリ。火通ってる。うん。